後は大漁で締めます。これは徳島地区の350年来続いております。今は東北の大震災でセンターが壊れて使用できないので、今は男の人たちだけの奉納になっております。それでこの前に並んだ方々は嫁さんに来て初めて、すぐ嫁に来て初めて踊ります。その時は一応皆さんに名前とお紹介しますので、ちょっと聞いて向こうから吉川さんです。続いて茂木さんです。続きまして立野さんです。そしてお峰さんです。で、ぬかがさんです。おたくらさんです。深澤さんです。おたくらさんです。皆さん嫁に来た頃は、嫁に来た頃はすごく若くて綺麗だったんですけど、今はそれなりの、まあ、熟女になりましたね。続いて徳島だけだと思うんですけども、生歌と太鼓と金すりで歌います。太鼓は本当は2人なんですけども、今日は1人でやっていただきます。結構長い文句なので疲れると思うんですけども、まあ太鼓と同じ幅の体格なので大丈夫だと思います。中野さんです。そして私たちが嫁に来て師匠をやっていただきました吉川さんです。吉川さんにはもう数十年来お世話になっております。ではこれから皆様の前で徳島の350年以上続きました伝統踊りを披露させて出ていただきます。よろしくお願いいたします。「あからきでさ」
だからければ朝日が差し込むそれ青座敷ところがあだいどころまでもよ青つぶるにゃまつI'm gonna keep it.